定性を有する官邸乗組昇級幹部の育成と訪問国との重厚性で認めてまいります。松前警備署を紹介する。
35度。どうですか。あ、美味しいですね。どうですか。おいしい。全員手を得、たくましく成長した彼ら、彼女らの姿をご覧いただければと思います。遠洋航海を終えて思うことは、海の広さと同期の心強さです。広い洋上で漁業できることは大変少なく、心細く感じることもありました。そんな中、長い航海を乗り越えられたのは同期の存在が大きかったと思います。
日々の訓練はもちろんですが、たわいのない会話を楽しんだり、真剣に語り合ったり、時には喧嘩をしたり、そしてまた笑い合う、そんな一瞬一瞬が私を大きく成長させてくれました。これから我々は日本各地に飛ぶことになりますが、この絆を胸に頑張っていきたいと思います。本遠洋航海を通じて艦内生活への適応や基礎的術科技能の習得、国際性及び海艦性の寛容を実感しました。また今年は上陸の許可されない航海だからこそ、多くの同期や乗員の方々との親睦を深めることができました。これからの初めての部隊勤務に向けて多くの不安と期待を抱えていますが、これまで培った知識や経験、人脈を糧に日本の国防を担う一員として貢献していきたいと考えています。